はい、ただいま8時14分です。今日ですね、このようなところに来てます。またエビ釣りに来ました。今日はですね、満潮から下げにかけての釣りになります。満潮が8時15分ということで、今満潮ですね、ということなんで、これから下げの釣りになりますが、ぼちぼちですね、やっていきたいと思います。前回が23匹、今日はですね、それ以上ちょっと頑張っていきたいと思います。まずは今ですね、天秤仕掛けで1本仕掛けが投入されました。さて今日はですね、どうなりますでしょうか。交互期待ということでやっていきます。今日ゴミが多いんですよね、ちょっとね、このゴミをちょっと片付けないとダメだな。ちょっとゴミを片付けなきゃダメだな、これちょっとゴミをですね、ずらしますか。反応が今日も薄いな、ちょっと。よっしゃ、本日一発目、あんま大きくないな。でも綺麗だな、このエビ。本日一発目です。ああ今いたな、ちっちゃー、ちっちゃいのいました。実に2匹目。来ましたでかい。やりました、ビッグガン、ビッグガンできましたよ。すげえ、ビッグガン、かっこいいな。ヘリ狙ってみようかな。男いるな。はい、来ました。
また来てんじゃん。でかいよな、ここの木。ほら、すごいな。あそこ巣になってんのかな。いかん。おー、ダブル。小さいけどダブルでした。ダブル来ました。イエイ、ダブルです。ただいま10時11分です。約2時間ぐらいやりましたかね。約2時間ぐらいのですね、釣果はどんな感じかと言いますと、こんな感じです。結構いますね、今日は。もうかれこれ20ぐらいいますかね。外してみますか。結構大きいのいますよ、今回。ビッグハンドも、今回ビッグハンド多いですね。はい、ということでもうちょっと頑張りたいと思います。ただいま10時21分というところです。一応今しがた全て餌交換をしたんで、ちょっと本日のおやつタイムといきたいと思います。本日お魚ソーセージをいただきたいと思います。なぜお魚ソーセージかと言いますと、実はですね、これもですね、テナガの餌になるんですよね。いや、赤虫がもし全部なくなっちゃった時のことを考えてこれを持ってきたんですけど、テナガの餌をですね、私は食べてしまいたいと思います。それではいただきます。とも食いです。ちょっと切ってつけてみようかな。で、午後の紅茶と。これ香るレモン美味しいんだよね。あ、ということでおやつタイム第2弾、チョコブラウニー、濃厚チョコブラウニー、発売10周年だって。初めて食べるかな。でもあ、うまそう。
うん、ブランデーが効いてるな。うまいっすこれ。うん、あと2時間やりますか、12時まで。赤虫はこうやってですね、キッチンペーパーを濡らして小箱に入れて赤虫を入れると。そうするとですね、なかなか乾かなくていいんですよね。シャトレーゼのエクレアもテレビで紹介されて結構人気出たんだけどな。私はどっちかっていうとシャトレーゼのエクレアよりシャトレーゼのパイ生地のシュークリームで中がチョコやつ、あれが好きなんですよね。うわ小さい。こっちはガカリがいいんだよな。あお祭りしてる、お祭りしてます。おお、ダブル来たよ。ダブルお祭り、お祭りダブル。なんだよこれ。うわ。おう。ビッグハンド、ビッグハンド来ましたよ。ビッグハンド。でかいな、このやつ。行け行け。うん。挟まれてます。いてててて。うわビッグアーン、ビッグアーン、遊ばれてます。スモール、スモールシュリンプ。おいしいな。おいしいじゃん。ちっちゃい食べてきました。ビッグハンド。ちょっとこれ、ホーランだ。でも、あれだな。オスでなんでホーランなんだよ。オスはホーランじゃねえか。
肩が小さくなってきたぞ。終わりかな。はい、ただいまですね、12時53分。どのぐらいありましたかね。4時間半ぐらいありましたかね。本日のですね、超過ですが、どのくらいになったでしょうか。こんな感じですね。でも真っ黒でちょっと分かんないと思いますが、こんな感じです。うわ、結構今日釣りましたよ。はい、ということで、これはですね、家に帰ってですね、数えたいと思います。どのぐらい行きましたかね。前回よりは釣れたと思います。ということで、今日はですね、ノーカウントします。餌もですね、一応全部使い切りました。まあちょっと針がかりがですね、途中しなかったんですけど、まあ餌付けをですね、きちんとしたらですね、そこそこかかってくれました。大きめサイズも結構上がりましたんで、またですね、素揚げで一杯やりたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。アムラーメンでした。次はちょっと別のとこ行ってみようかな。海釣りもいいな。はい、帰ってまいりました。このぐらい釣れました。何匹いるかは分かりません。これから料理をしてですね、数えてみたいと思います。結構大きめのいますね。一番大きいの取れた。これか。おお、はめた、はめた。一番大きいのこっちだ。おお、でかいっすね、これ。これで一番大きいのですね。一番大きいのこれです。何センチありますかね。釣ってきたエビが上がりました。それではですね、いただきたいと思います。それではまずはいただきます。ビールいただきます。うまい。じゃあ、エビちゃんいただきます。ハサミから食べちゃいます。うん、カッパエビせんの味だ。うん、うん、エビの味がします。うまい。これ一番でかいやつ、でかかったやつ。一番でかいやつ。はい。じゃあ、ハサミから。うん。ハサミ食べちゃいました。うん。これ身もたっぷり入ってますね。いやー。これが食べたくてエビを釣りに行ってます。エビ&ビール、ということで、アムラーメンでした。